神の金之助から1922年2月20日は、尾張国会西郡厚生村出身の実業家。家は、代々を名乗っていたが、絵の解消時期は、諸説あるが、大正の初期と思われる。解消については下に記載する。金之助が開拓した神殿が命名された、明治28年当時はを名乗っていたので、新田名は、神の神殿である。 豪農神の金平と松子の逸夫として出生。明治42年8月に渋沢栄一を団長とする渡米実業団に参加したが、身長と体重の情報が掲載された同好期の新用行土産が残っている。初代、神の金之助60歳、身長5.56尺、体重15.9貫とある。解消時期は、対象12年節と、 年代が特定できないが、大正十一年以前説との二つ説がある。生から生への解消について明確にしているのは、神の神殿資料館のパネルにある、大正十二年で、初代、金之助の没後の翌年です。しかし初代、金之助は既得に再取得史を持て、十五位に少女せられたが、これは、大正十一年二月十九日に、明治銀行の頭取であった。 大宮は奈良太郎と明治銀行と名古屋電気鉄道で役員をした加藤の富之助の連名で特使を電報で願い出て認められたためである。伝文には神野金之助とあり、初代金之助が側近として信頼を置いていた二人が電報で初代金之助の姓を間違えるわけもなく、初代金之助が亡くなる前に神野に改正していたことになる。 なお解消の年は不明だが、初代、金之助の老いであり娘婿でもある、豊橋上野家初代当主の神野三郎の談話として、最初は確かに神野だった。神殿模人の神殿であったが、大正の初め頃本家が神野と改めたので、わしの方も自然と神野になったのだ。と、神野三郎殿に記載されている。明治42年8月に渋沢栄一を団長とした。 都米実業団が3ヶ月の米国視察を行ったが、団員51名のうち、名古屋からは、初代、神野金之助を含む3名が参加した。都米実業団は、日米両国政府の公式行事としての民間経済活動であり、8月16日は、桂太郎総理主催の送別会、8月17日は、明治天皇より御賛を賜り、8月19日に、 横浜港から米国に向けて出港している。実業団の活動は通信担当として同行した。作家の岩谷さざ波が同行期、新洋見上げ上官、下官を残している。新洋見上げ上官には氏名に振り仮名が振られており、神の金之助には神の金之助とある。政府の公式行事であることと、明治天皇より御賛を賜る状況下で、 団員全員の死疎性は完璧に調査されているはずで、名字を間違えることはありえない。したがって明治42年8月の時点では、神の性であったことは明らかである。現時点の調査では、改正の時期は、明治39年から40年と考えられるが、未だ明確な証拠は発見できていない。明治29年8月に、初代神の金之助、 奥田正香など名古屋の新興財閥が中心となって設立され、明治31年1月に初代神の金之助が頭取となった。明治41年に経済悪化の影響を受け、加藤の富之助を常務取締役に取り立てて経営の改善を図った。大正3年5月に北浜銀行の破綻により取り付け騒ぎが発生し、対応策として、 加藤の富之助が、常務取締役退任、大宮奈良太郎が公認となった。初代金之助は対を4年に、大宮奈良太郎を副頭取にし、翌大正5年末に頭取を辞任した。名古屋電気鉄道は、名古屋鉄道の前身であり、明治27年の設立に関わり、初代取締役社長は、老いの富田茂助が就任する。 神野金之助も明治43年六月に取締役社長に就任する。大正3年9月の電車焼き討ち事件の責任を取り、神野金之助は相談役に退き、加藤野富之助が常務取締役に、老井の富田茂助が社長に再任された。明治41年初代神野金之助、老井の富田茂助など名古屋の財界人により、 地元資本による生命保険会社が計画された。これは生命保険業に関する経験と知識を持ち合わせた近藤徳次郎が地元にいたことで可能であった。同年10月1日に広市商事2栄町にて事務所を開き初代社長は、初代神の金之助、専務取締役には、老井の富田茂助が就任した。その後の経営と人事は、 福寿生命保険株式会社社史を参照。昭和17年に旧明治生命に合併され、2002年に旧明治生命と安田生命が合併して明治安田生命となる。1864年、家督を相続し、名字立脇が許される。1873年、厚生村保家旧家村子町を務める。1876年、兄である。 富田茂介の名古屋紅葉屋の経営に参加する。1882年、名古屋銀行設立発起人に名を連ねる。1884年に、ぬかた軍備式招致の干拓事業、さらに、厚見軍室村地崎に所在した毛利神殿の再開発も手掛ける。1893年4月15日、日立石一式と室用水を購入した。 1893年6月、新田開拓工事を開始した。1895年2月10日、神殿内に室上不信名社、伊佐都神社、二海神社の三神社を建立した。1896年3月、上野神城小学校を新設した。1896年4月15日、神殿の春聖を迎え成功式を行い、合わせて、 記念碑の建設式を挙げた。1898年から1916年まで奥田正香により取り立てられ、明治銀行頭取りの職を務める。また、同行の大株主ともなった。1904年4月15日、寄付で建設していた、円竜寺が完成した。1904年、貴族院多額納税者議員に選出され、同年9月29日に就任し、 1906年9月まで在任した。1906年、名古屋電力の設立に際し、取締役に就任する。1907年、豊田式初期設立に際し、発起人となる。1908年、福寿生命保険会社が設立され、同社社長となる。1915年11月10日、16位に助せられた。1922年2月20日、 企徳に再取得しをもて、15位に少女せられた。その他、名古屋米国取引所、名古屋肥料、大日本ルツボ、東海汽船、名古屋鉄道などの設立、経営に関わり、名古屋財界の立役者となった。葬儀は、市柳葬儀本店が手掛けた。また、その葬儀は、日本初の霊柩車の使用例であるとされる。ありがとうございます。